松並ゆいです。さあ今日はもう飲みに行きましょう。プレゼントが届いてるよ。嬉しいか？はい、何です？ねえねえ、いい感じだね。嬉しいか？よしよし。いい感じだね。お、嬉しいか？よしよし。クエスト達成、やったね。そういえばさ、体重はバッチリだね。お、嬉しいか？よしよし。ちょっと聞いてよ。体重はバッチリだね。まあまあかな。ねえねえ。元気だね。お、嬉しいか？はい、何です？体重はバッチリだね。お、嬉しいか？はい、何です？
場で行こうです。スターホースポケットをやっていきたいと思います。いきなりバッテリーが時間がかかってる。さあ、ログインボーナスです。プレゼントで馬風石を3位いただきました。3位ガチャですね。ピコピコっていう、あれですね、ネットワークが遅いよな。ひとまず、こちら。レース見てみましょう。まあ一番人気ですね、やはり。オッズは 2.1 倍。いいですね。4つのうち3つの20丸を取っております。そして相手がクロノセーバー 3.5 倍ですので、結構オッズの差はありますね。3番人気がワールドジャング。まあ問題はこれ差しなんですけど、差しで、客室変えられなかったとこなんですけど、それがどうなるか。スタートですね。いいスタートを切りました。まあ問題はですね、前に行った方が有利なんですが、やっぱり控える競馬をしてしまうというところがどう響くか。でも意外と前に行ってますね。1,2,3,4,5 番手つけてますね。差しにしては前だな。スピード差があるんだろうか。後ろに8番スターオブコジーン流れるようにレースが展開されています。パワポエティックプリンスがかなりリード、エズード、そして外からはアーツペルト、バルブラブが並んでいっています。そしてなかなかまだ1,2,3,4,5,6 番手ですね。外を通ってドアイスオーバー、それからもう一頭。さあ800m 切りました。そうそう、勝負どころ。その外からは6番クロノセイバー、するように1番ワールドギャングル、ちょっと離れて8番。さあいよいよです。さあいよいよ最後の直線、栄冠を手にするのはドローン。さあペースが上がっていったが、手といった
どうだろう、うーん、外の方がいい伸びをしている。苦しい、飲み込まれた。うわー、敗れ去りました。やっぱり客室が差しだと WBC は戦えないですね。はい、というわけでちょっと残念な結果に終わってしまいました。ちょっとこれは辛いですね。というわけでですね、また次回巻き返したいと思います。はい、いつものことですが、チャンネル登録、高評価、コメント、またこの動画の拡散などよろしくお願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しております。よろしければ見てください。またですね、最後20秒で関連動画、動画プレイリスト流れます。そちらも良ければ見ていただければ嬉しく思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。